どうもこんにちは、キングヒデです。今回はですね、少しですね、ギターを持たない時にでもですね、あと、まあ、トレーニングをできるですね、練習方法をですね、まあ、少し道具も使いながらですね、紹介をしていきたいかなと思います。で、具体的に使うものはですね、こういったまあ、よくですね、楽器屋さんとかで売ってるですね、まあ、普通に島村楽器とかですね、池部楽器とかですね、あと、普通に Amazon とかネット通販でも売ってますが、まあ、こういったですね、まあ、これはギタリスト用のですね、まあ、握力を鍛えるというかですね、指の力をですね、鍛える、こうやって握ることによってですね、鍛えることができる、トレーニング器具、ちょっと名前はわからないですけども、まあ、これでですね、横を使ってですね、まあ、具体的に、フィンガリング、まあ、特にギターを弾く際に使う筋肉ですね、手の甲、裏の手の甲の筋肉だったり、あとこちらのですね、握るときに、出てくるこの内側の筋肉だったり、あと逆に離すときに、まあ、特にギターの場合、フィンガリングするときに、オーゲンするときにですね、やるときによく使うのは、こっちの外側の筋肉を使うと思うんですけども、そういったものをですね、まあ、全体的に、よりギタリスト向けにですね、まあ、いろんな箇所の筋肉とかですね、脳神経とかですね、そういったところも鍛えるのでですね、まあ、有効的なものがですね、まあ、こういったトレーニング器具がありまして、で、これでですね、具体的に、まあ、僕も普段の練習、ギターを持たない時とかですね、まあ、大体3分ぐらいですね、まあ、トータルでやってますが、まあ、そういったものを、まあ、あくまでも補助的なものとしてですね、まあ、活用してほしいかなと思うんですが、で、具体的にこれでまずどういったトレーニングをやるかと言いますと、まずギターを持つ前にですね、僕はウォーミングアップとして使うことが多いんですけども、まずですね、これで、まず普通に番号が1、2、3、4って載ってるかと思うので、まあ、これでですね、普通に人差し指を1番、中指2番、薬指3番、小指が4番。これで、こういう風に手を添えます。で、まず僕がやるときに、最初にですね、1番から順番に人差し指押さえます。2番、中指、薬指、小指っていう風に1本ずつの指をこうやってちゃんと押さえてあげます。で、これですね、一応バネで、ここにバネがあるので、これでですね、まあ、強さというかですね、どのくらいの、やっぱり、長くギターを弾いてたりすればするほどですね、この、まあ、バネ、調整をしてですね、まあ、より強化にですね、できますので、まあ、このあたりで自分で調整していただいてですね、まずは、1本ずつ指を、こうやって握ってあげます。1番、2番、3番、4番っていう風に、順番に押さえます。で、これでですね、次に何をやるかと言いますと、僕の場合は2本ずつの指でいくつかパターンを組んでですね、2本ずつの指で押さえます。例えば、1番と3番を同時に押さえて握ります。1、3。次は、空いている1、3を押さえたら、空いている2番と4番の指を押さえます。2、4。で、次は、2、3。次は、1、4。これを繰り返します。1、3、2、4、2、3、1、4。これを何回かやります。これは結構ですね、コードを押さえるときにでもですね、まあ、多少なりともですね、うまく脳神経とのですね、つながりですとか、シナプスのつながりとかですね、あと、もちろんこちらの筋肉、全体のですね、ギターを弾く際の筋肉にも、影響がありますので、これをやります。1、3、2、4、2、3、1、4。で、次にやるのがですね、まあ、手全体のですね、左手全体の握力をですね、まあ、鍛えるというかですね、まあ、まあ、どうしても、特に冬の時期ですと、まあ、寒くてですね、なかなか手全体も、ウォーミング、まあ、温まらないので、そういった時にたくさん握ってあげるという意味も込めてですね、次は、1、2、3の指を同時に押さえます。というか、握ります。1、2、3。そしたら次は、2、3、4。2、3、4握ります。そしたら次は、1、2、4を同時に押さえ、握ります。1、2、4。で、最後は、1、3、4を押さえます。これを何回かまた繰り返します。1、2、3、2、3、4、1、2、4、1、3、4。で、これをやったら、手全体のですね、で、あくまでも、
なんていうんですか、体力トレーニングというかですね、指全体のトレーニングなので、まあ、もちろんですね、ギター弾く際にはですね、まあ、別にその多少なりともリラックスしてというかですね、弾くことも大事ですが、もともとのですね、手全体の筋肉というかですね、まあ、RPG で例えると HP みたいなものなので、これがですね、あまり鍛えられていないとすぐ疲れやすかったりですね、あと、まあ、すぐに、まあ、だれてしまうとかってあるので、まあ、このあたりはですね、まあ、あくまでもその、まあ、自分自身の手全体の HP をですね、鍛えるというかですね、筋肉トレーニングみたいなもんですね。で、こっち側はやるのは手全体 1,2,3,4 を同時に握ってあげます。何回か握ります。これで、まあ、握力の維持というかですね、鍛えるって感じですね。で、これが、体力トレーニングみたいなもんでして、で、ここからですね、まあ、よりギターらしいというかですね、実践に、感覚に近いものでですね、やっていきたいのがあるんですけども、今まではこれを使って思いっきり握ることによって、なんて言うんですかね、この、握ることによって、こうやった方が見やすいですかね。押さえることによって、鍛えてたんですけども、これをこうやってわざわざ押さないです。次にやるときにはですね、これのですね、軽く添えるパターンでやるんですね。で、何をやるかって言いますと、もちろん指の順番は変わらないです。1,2,3,4。で、これを手を離してあげて、こう、他のですね、まあ、YouTube のですね、まあ、ギタリストの方でですね、秀典さんっていう方がいらっしゃるんですけども、まあ、結構テクニカル系のギタリストの方でですね、まあ、ニコニコ動画とか YouTube の界隈では結構有名な昔からいる、まあ、YouTube の方なんですけども、そのですね、まあ、テクニカルギター系、まあ、結構バカテクな感じなんですけども、まあ、その人がですね、運指に関してのですね、あと間違ってる運指のやり方っていうのを言っていてですね、まあ、ちょっとそちらの動画を具体的には見てほしいんですけども、まあ、とにかくですね、まあ、特に現代のですね、よりテクニカルなですね、ギターを弾く際には、とにかく指をバタつかせるっていうのがですね、一番大事だっていうふうに言ってるんですね。で、それの、まあ、理論とかですね、まあ、詳しい、その結構筋肉の話とかですね、その手の使い方とかの話になってくるので、まあ、僕が口で説明するよりも、その秀典さんという方がですね、もうすでに説明していらっしゃる動画がありますので、まあ、そちらでですね、まあ、ちょっとリンクは下の方に概要欄を貼っておきますが、まあ、見てほしいかなと思うんですけども、結構ですね、これは僕も間違えてですね、認識していた、大きな部分があってですね、どちらかというと、まあ、運指、特にですね、まあ、フィンガリングに関しては、あまり指をバタつかせない方が、まあ、バタつかせないように、まあ、特にクロマチックスケールとかですね、メジャースケールとか弾く際にですね、バタつかせない感じでやるのが、まあ、正解だというふうに今までは言われていたんですけども、それとは、ま、全く逆の理論でですね、まあ、それが結構まあ、テクニカル系というかですね、まあ、いわゆる早弾きとかにですね、対応しやすいっていうものがですね、一番、まあ、とにかく指をバタつかせろっていうものがあるんですね。で、それの、具体的に、まあ、トレーニングするやり方としてですね、例えば、今までのですね、理論ですね、クロマチックで、1,2,3,4 っていくときに、今までの、まあ、ギター界のですね、理論で言うとですね、一番を押さえたら、次にどんどん空いてる2,3,4っていう風に、こちら側に手を添えるのがですね、あまりバタつかせるなっていうことで、まあ、僕もそれで以前クロマチックスケールに関して説明していたので、ちょっと何とも言えないですが、バタつかせずに、1,2,3,4、1,2,3,4、で、どんどん手を添えるパターンだったんですけども、本当はもっと現代のですね、まあ、ハイブリッドというかですね、テクニカルな対応に、のものに、対応させようとするとですね、とにかく指はバタつかせたフィンガリングでないと対応できないっていうのがですね、結構目から鱗なところがありまして、まあ、それのやり方として、1、で、次に今までをこうやって、2、3、4って添えるパターンだと思うんですけども、これをとにかくバタつかせるんですね。1、2、3、4、1を押して、次に2やったときに、この人差し指も同時に離すんですよ。1、2、で、2から3に行くときも、3を押さえると同時に、この中指も離す。バタつかせる。3。で、4に行くときも、小指と押さえると同時に、この薬指を離す。とにかく指全体を一本一本独立させて、バタつかせる。1、2、3、4、1、
1、2、3、4、これをなんかずっと繰り返します。すごい、結構ですね、この外側のですね、まあ、よりギター弾く際のですね、この筋肉というかですね、まあ、神経を鍛えることができますので、1、2、3、4でやったら、まあ、いろんなパターンでやっていきます。なので僕の場合は1、3、2、4、1、3、2、4やったら、1、4、あくまでも一例ですね。1、4、2、3、1、4、2、3ってやったら、2、3、4、1、2、3、4、1で、これですね、早くやってもあまり意味がないので、とにかく、指全体を離してあげて、バタつかせるっていうことをとにかく意識するために、ゆっくりやった方が、この筋肉というかですね、指の力は鍛えられます。意識してですね、とにかくバタつかせる。まあ、すごい地味なトレーニングですけども、めちゃくちゃこう地味なトレーニングが、一番効きますので、これを繰り返します。で、こういった、ものがなかった場合ですね、握る、こういった、まあ、フィンガリングの名前はちょっとわかんないですけども、ない場合は、もう究極ですね、ギターを持たないで、これですね、まあ、よく使うパターンとしては、右手をですね、添えてあげて、これをギターのネックに例えてあげ、イメージさせてあげてですね、こうやって握ってあげます。で、そうすると、クラシックフォームみたいな感じで弾けると思うんですね。弾けるというか、抑えられると思うんですけども、これで、今のパターンをやります。1、2、3、とにかくバタつかせる。1、2、3、4、1、2、3、4、こうやって添えるパターンではなくて、とにかく手全体をバタつかせる。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。で、例えば逆に4、3、2、1っていくときに、今までのその間違った運指というかですね、まあ、現代のそのハイブリッドのですね、高度なテクニックに対応しづらいですね、やり方ですと、4、3、2、1の場合は、今までは先に添えてあげて、どんどん離すパターンだったと思うんですね。4、離す、離す、離す。先に全部押さえて、離す、離す、離す。4、3、2、1。でもこうじゃなくて、今のですね、まあ、よりテクニカルなものを求める場合ですね。4、3、2、1を行くときは、とにかくバタつかせる。4、3に行くときには小指を離す。4、3、2、1、4、3、2、1、4、3、2、1。っていう風にとにかくバタつかせることによって、今の、まあ、まあ、よりですね、高度なテクニックにですね、まあ、対応しやすいですね、フィンガリングを鍛えることができるんですね。で、これですね、結構秀則さんがですね、約3年ぐらい前に動画アップしていてですね、まあ、やっぱり今までの、まあ、僕もどちらかというかとですね、今までのその常識をですね、疑わずに、まあ、あまり手をバタつかせずに、運指をするのが正解だって思っていた、ものですから、全く真逆の理論でですね、その、まあ、より理論的に言ってきたときに、やはりですね、やはり僕もちょっと古い考え方だったかもしれないんですけども、コメント欄が結構ですね、荒れてたんですよね。その荒れていた、結構なんかその反論をする感じでやっていたんですけども、やはりですね、その後も秀則さんという方はですね、何本かその、まあ、本当 の、まあ、ハンバリングのやり方とかですね、プリングのやり方とかですね、まあ、より現代の難しい高度なテクニックに対応するためには、やはり、とにかく指全体を基本的なこととしては、バタつかせる運指、フィンガリングでやらないと、まあ、対応できませんよっていうのをですね、すごいその、まあ、人間のその筋肉の使い方とかですね、手の使い方とか、そういったものも含めてですね、よりその、具体的に教えていた、ので、なので、そのあたり僕もですね、かなりその、まあ、目から鱗というかですね、まあ、常識を、その、今までの常識が非常識だったみたいなぐらいの衝撃なことがありましたので、まあ、それのですね、まあ、より具体的なものに関しましては、URL をですね、まあ、概要欄に貼っておきますので、一応参考にしていただければなと思います。
今回はですね、簡単にですね、ギターを持たない時のですね、あくまでも補助的なものとしてですね、こういったものを使って手全体の握力を鍛えたりですね、で、実際にこういった道具がない場合は、ギターを持たない時にですね、こういったフィンガリング、自分の右腕をですね、フィンガーボードに見立ててですね、やったりするのはですね、すごい効果があるかと思いますし、ただこれはあくまでも補助的なものなので、実際にギターを持ってですね、フィンガリングとかをですね、やった上に、あと冬の時期ですと、ウォーミングアップとかですね、怪我をさせないために、練習後にですね、やってあげたりすることによってですね、より、怪我しづらいですね、指とかいう体作りになるかと思いますので、ちょっと長くなってしまいましたが、簡単にですね、紹介をさせていただきました。今回の動画が少しでも役に立ったことが面白かったと思っていただきましたら、高評価のグッドボタンとですね、あと、ぜひともチャンネル登録のほどお願いいたします。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。